もしかしてアラバスタか。ビビちゃんの国か。しかし本当にこれが思い出の中なのか。すごいわね。本物の菜の花の港町と変わらない。ここはアラバスタというのね。あなたたちはここでどんな冒険をしたの。どんな冒険って言われても一言では難しいわね。具体的にこのアラバスタでしたことを思い出して。ビビちゃんを助けるためにアラバスタにやってきたんだろうな。そうだな。バロックアクスがアラバスタを乗っ取ろうとしていたから、それを防ぐために戦って。犠牲はたくさん出たけど、クロコダイルを倒してどうにか戦いを終わらせられたのよね。明確なのはそれね。そのクロコダイルを倒したというのがあなたたちがここでした一番大きなことよ。じゃあもう一度あいつをぶっ飛ばしゃいいんだな。簡単じゃねえか。やることが分かったんならとっとと行くぞ。待って、まだ言っておかないといけないことがあるわ。この世界はあなたたちの記憶で作られているけど、前と全く同じことが起きるとは限らないの。どういうことだ。ここは俺たちの記憶で作られてるんだろ。だからよ、記憶って曖昧な。それにこれから起こる出来事も現れる敵も。え？そりゃどういう仕組みだ。簡単に言うと、あなたたちが強くなった分、記憶の中の敵も強くなってるってこと。そうなのか。俺たちが強くなった分、クロコダイルも強くなってやがるのかよ。でも待って、今の私たちって前より弱くなってるんでしょ。ええ、その通り。メモリアを作っているキューブは完全なあなたたちから取り出したもの。つまりあなたたちは不完全な状態で以前より強くなった敵と戦うことになるわ。そんなの不公平じゃねえ。それでもこれがメモリアの仕組み。マジかよ。なんだかよくわかんねえけど、まあいいじゃねえか。まとめてぶっ飛ばしちまえばいいんだろ。行こう。それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ。だいたいここはあの時のアラバスタのいつの頃の世界なんだ。まずそれを知ることから始めた方が良さそうね。情報集めは私に任せて。当時のことならこの中で一番詳しいから。そうか、ロビンはバロックワークスにいたんだもんな。